多分左行ったらあそこ行っちゃうやつだよ。小手川バイパスの前間違ったやつだよ。あーこの裏側も一時握ったことあったよな。混みすぎてて、この裏口側から行ったら近いんじゃねえって。止まんのはさすがにちょっと泣きたくない。ちょっとやった、いやだー、しょうがない。もうこの対向車線があるからかしら。飛んできたら怖いけどね。で、うわーっつって、俺無理だよ。もう多分しばらく会社に行けない状態になると思う。あーっつって。回転。僕エロいですか？もういいよ。
でそんな継続してくれねえんだよ。挨拶したいだけで吠えてるですか思うけどね。あ、そうなんだ。ここ一で全然飯食ってねえの。食ってみようかな。そうそう。